皆さんこんにちは。ポップアラウンドザワールドジャパンへようこそ。私の名前はともです。今日はここ浅草から東京を案内していこうと思います。それでは早速行きましょう。隅田川沿いに栄えた浅草は東京の古い雰囲気が残っていて、国内外からたくさんの観光客が訪れる場所です。浅草寺は1400年の歴史を持つ東京で最も古いお寺の一つとして知られています。その寺が浅草寺の始まりと言われています。ここは仲見世通りという商店街で、伝統工芸品やお菓子などたくさんのお土産が売っていて、買い物が楽しめます。物資とお金が集まる浅草には、それを求める人々も増え、経済が発展しました。茶屋や見せ物小屋に代表される娯楽施設が誕生し、江戸有数の繁華街として当時の東京を支えていた下町の中心的存在でした。100円のおみくじで運勢を占ってみようと思います。これを振って出します。32番。この番号と同じ引き出しを開けていきます。あ、吉。で、結果は吉でした。ちょっとまあまあな結果です。もし凶が出た場合はここに結んで置いて帰ります。中にあんこが入ってます。いただきます。人力車は日本橋で誕生し発展しました。当時移動は牛車や籠が主流でしたが、入手が困難だったため、明治から大正時代を中心に徒歩よりも高速な移動手段として用いられるようになりました。にやってきました。333メートルの大きな電波塔で東京のシンボルです。それでは展望台まで登ってみたいと思います。レッツゴー。高さ150メートルまで続く600段の階段を登って展望台を目指します。13分くらいで景色を楽しみながら登ることができます。約65年前にテレビの電波塔として建てられ、当時は日本で一番高い建物として有名でした。スカイツリーができてからは2番目になりましたが、今でも東京の人たちに愛されています。トップデッキまで登ってきました。あちらに東京湾とレインボーブリッジも見えます。とっても高いですね。のコレクター渋谷さんのお店にやってきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。飾ってあるものについて教えていただいてもいいですか。はい、まあ、自社でオリジナルで作った洋服とか、あとこういう僕が行っているメッキカスタム、これ実際本当のエアフォースワンってあるナイキの靴を塗ったりしてます。そういうのをまあやりながら、あとところどころにこういうふうにポケモンですね。そうですね、なんか人気でちょっと可愛いから塗ってみたんです。これも全部自分でカスタムしてて、僕の集大成的な、はい、これはすごいですね。メッキじゃなくてこう塗装なんですよ。こういうフィギュアを塗ってたりとか、僕のルーツであるこうポップをカスタムしてます。トイストーリーのレックス君、まあ、でも元は本当にこういうポップのカスタムから始まって、他のものの量になったっていうような感じですかね。なんかそういうメッキのカスタムがこのお店には詰まってます。これすごく可愛いなと思って気になっていたんですけど、もともとポップがすごい好きで買ったりとか
あのカスタムとかしてて、でまあいろいろ紆余曲折あって自分の作りたいなってなっちゃって、作り始めました。ではこれから渋谷さんのコレクションを見せていただくんですけど、はい、すっごいたくさんいっぱいありますね。じゃあ集めてるコレクションって全部で何個くらいあるんですか？数えきれなくて、でもここもまだ実はちょっと一部で、まあ、結構大体ほぼあるんです。これ以上は多分普通にあると思います。この中で一番お気に入りのものってどれになるんですか？アメリカで一番最初に高いのを買ったのはこの初期シンプソンズなんですけど、このカーズはもう置ききれないぐらい実は集めてて、あのこういうもちろんレアなものもあるんですけど、こことか実は見てください。これ本当は個人的に好きなあの日本を代表する遊戯王、これはあの多分ファンコのあれですよね、あのオリジナルのフレディっていうキャラクターが多分ロングイングリッシュとコラボしたやつですね、多分ね。そうですね、そのフィギュアを塗らせていただきました。すごい細かく塗られてますね。なんかあの送られてきたり意外とちっちゃくて細かくて、ね、塗りづらかったんですけど。東京に来たら絶対に行くべき場所の一つが回転寿司のお店です。お手頃な値段で好きなお寿司を好きなだけ食べることができます。タッチパネルで注文していきます。これがおすすめみたいなので早速注文してみましょう。わさび、なし、しゃり、こちらの商品もタッチパネルがご注文できますので、タッチパネルがレーンの真ん中ではお寿司の職人さんがその場でお寿司を作ってくれます。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 流れてくるものの中から好きなものを取りましょう。もちろん注文することもできますよ。東京を巡る旅は楽しんでもらえましたか？最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。 Pop around the world.